ごご視聴ありがとうございます。山本周五郎、風流太平記江戸の下加代と渡辺クランドの関係が明らかになります6それは確かですね万三郎のことになると強人だと言ったのははい その時、お名前を初めて聞いたものですから、河野にいた娘です。と、九之助は兄に言った。詳しいことは略しますが、三郎が長崎から出てくると分かって河野の家を出ました。三郎が綱を嫁に欲しいと言ってきた時、自分が三郎の嫁になるのだと言っていたそうです。他にもごたごたしたことがありましたが、 今の話の様子では、確かに、河野にいたカヨに相違ありません。しかし、あの仲間に入るという条件があったのかあるんです。しかも、これはなかなか重要なことですが、と、九之助は言った。お浜屋敷の支配に、渡辺クランドという者がいます。自席で、 五百八十国の物頭ですが、これが妻を亡くして、カヨという娘を後沿いに欲しがっていました。非常な終身で、河野の父は随分困っていましたが、カヨはどうしても承知しなかったのです。ところが、この春、渡辺クランドは小田原菓子の方へ主席支配に変わりました。カヨは他に身寄りのない娘ですから、 そこにいる以上はクランドを頼っていったにそうありません。それで、重要なことは、言うまでもないでしょう。久之助はじれったそうに、かよの動きから判断すれば、渡辺クランドがスザク事件で何かの役割を果たしていることは確実です。そう思いませんか少なくとも仮定することはできそうだな。 間違いなしですよ。九之助はきっぱりと言った。これで初めて敵の一人が浮かび上がったわけです。これまではまるで雲をつかむようだったが、ともかく尻尾だけは抑えることができますよ。その通りであった。これまでの探査ではまだ一人の人物も突き止めることができなかった。それは敵の手段が巧妙であったというよりも、 スザク事件の規模が大きく、幕府の機能を十分に利用していたというところに原因があったようだ。増六へ万三郎を訪ねた偽の綱というのは、その娘だな。鉄之助はそう思った。かよという娘が、そうして彼らに使われているとすれば、小田原菓子の屋敷とその支配の渡辺クランドには注目のようがある。 特に、クランドという人物をつかめば、そこから敵の正体を引き出す短所が得られると思われた。あなたには、渡辺という支配の同性を見張っていただきたいが、と、鉄之助は八重に言った。クランドの同性を見張っていて、それを知らせてもらいたい。が、そこで問題なのは、今、差し当たって本拠を移さなければならない。 どこがよかろうか相談中なのだ、と言うと、八重は遠慮がちに、もし適当なところがありませんでしたら、私の家の寮をお使いくださいまし、と言った。浅草の橋場の奥で、もう正木稲荷に近いところでございます。不便ですけれど、船入り堀もありますし、人目を避けるには帰ってよろしいかと存じます。 最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご意見ご感想などもお待ちしております。ありがとうございます。明日もお楽しみに。